願いします。ワンピー側が気違いましたソーピー側が行かれるリットさんと、そうですね、炎の炎の男リットさんと、これもね、もう多分試合展開が早いと思うんですよ。そうですね、すごい面白い試合になると思います。前回負けたんですかね、ちょっとアガチなんですよ、僕の中では。もうアガチな視聴者です。そうですね、マッチが波入る言うのを今ずっと撃破してきて、現在相当自信あるっていう状態になってるんで、はい、じゃあニットさんがそろそろ止めるかって言って、今日見込んできた。ありがたいです、本当に。本当に楽しみですね、対策がきっちり決まると思う。どうですか、まあボスの話じゃないですけど、はい、ボスはしっかり、まあ、俺はさすがに昨日9チつけましたよ、マッソに。その話じゃなかった、はい、さあ、マッソが1ラウンド目完封して、しかもゲージを残すという、これは大幅に合気側有利な状況です、ね、なんていうと、もうなんかちょっともういっぱいクロスで追いまくってるので、なんか精神状態をこう察するのが、はい、こう慣れてるというか、あそうですね、やっぱゴーキーイケイケで来るんで、ヘッドギドカンと減っちゃうんで、結構精神的にきついところあるんですけど、やっぱそこで立て直さないと勝てないんで、まあ、初戦相手はマッチだと思いながらなるほど、ここでゲージを入った以上勝たないというのもきついですが、これを取られるときつい。ここは落ち着いてた。大鉄山をしっかりブロって、でも PA は出ない、まだ PA するときではないらしいですマッチの PA がないとちょっと僕不安になるんですよね、カウンターとあれ今日ちょっと体調悪いの石松とかも面白いですよ。本当のマッチといえば PA がセットになる、田中さん。さあ1ラウンド目は結構いい展開でマッチが取りました。そうですね、ユンキラーがふさわしい、めちゃくちゃ早い。ボスが今季やった場合、どうやっぱ、はい、同じ気持ちでその一発を叩き込まれると嫌だなっていう感覚で合気を動かします。逆だと、そうですね、まあでも結局ユンにバッチグロされるとどこからでも5割くらい減るんで、まあやっぱそうですね、本当にリスクをなんか極力減らしながら戦うとちょっと消極的になって微妙かなと思うんですけど、マッチは結構来るんですよ、使ったら殴り合ってくるんで、そうですね、こういうところも現役人の代表結構しっかりしてて、ここは最一番安いところ、ここでもまだ怖いのがユンがあるし、これでもまだ全然五分です。発動、そこで移動だけ、いいですね、まあ、確かに今のところ動くと何かしらからメンバーを食らう可能性があるので、うかつには動けないんですよね。いやでもユンって基本痛がりなんで、ね、はい、やっぱりそういう風になっちゃうんですよ ね、 そうですね、ちょっと消極的に、はい、なりますよ、ここでしっかり幻影陣を発動して、意外とこれ近づくのがめんどくさいんですね、ユンも。そうですね、となるともう一回下がってまた加熱するとやらなくちゃいけないので、結構しっかり組みます。落ち着いて熱唱から、さあ、うまいですね、リットさん、グローを的を絞らせないように攻めてゲージを貯めてるんで、これは攻撃があるしかないと思います。さあ、発動、うまい、あの波動は一回時間を使わせるっていう感じの波動です。そうですね、反応が早いですね、反応が早いですね。ここで飛んだの見てからうまいですね、今早い、今多分竜巻でも歩いてるからでしょうね。そうです、そんぐらいで早かった。移動投げ2連発から、まあ、ニットさんのジャンプ攻撃の早出しが機能してきました。めっちゃ早いです。さあ、ここで幻影陣で的確にダメージを取りたいんですが、マッチの対策が仕上がっていてなかなか削れないという状態。ニットさんの前とかこういうところで本当にリスクを減らしながら攻めてるんで、プロナレーに行くだけでゲージを貯めるという、まあ、走りに行くときつい、まあ、今のは美味しいですね。ここはもうどっち食らってもしないんで、結構動きは厳しいです。これで、ああ、うまい、早出しジャンプ大剣、方針としては僕も、はい、逃げなんですよ、やっぱり後半、ね、
僕も基本逃げなんですよね。防御戦は殴り合うと結構負けるっていうことがあるんで、いやまずこっち向いてただマッチとやるときだけは殴りに行って殺した方がいい。ああなるほど、殴りに行って。あの唯一の高めジャンプ系が、ジャンプ中系が、はい、誠みたいな使い方をすると、はい、すごい機能するんですよ、防御戦。僕はそれで打ってるところがあるんですよ。あれをなんか効果的に使うと防御戦が楽に。あれも気になってる点としては、はい、大力士を。大力士を。特にじゃあ、マイナップを信じているということ。そうです、先端を当てるイメージでやると、まあ、普通にバットも大パンチ、遠距離とかなんで、はい、ああ、確かに。その分近づけるから結構先の場合は生立つ巻きはどうでしょうか。グローブが安定してるのに当たらなそうな気はしますね。そうな感じしますね。これ最先端ですね。これは 0.5 割くらい残るでしょう。5くらい。ここミスルが落ち着いて、マストで言えば捨てゲーのマスト、捨てゲーする前に終わりました。あの体力残ってたとしても、はい、もし今殺し切れなかった体力とですか、はい、あんま変わんないです。読み合いの回数変わんないです。大きな結構捨てゲーとなるとバッシュ大将領とかアッパーとか竜巻とか確かに入れるんで結構怖いんですよね。体力低いのが精神状態にそうされているというか、そうですね。ゲージあーしっかり7が激しきに確定です。昇竜が出る、ま、そうこれが強いんです。あー裏回り、あれはネタですよ。これは確定です。おーい赤ブラからしのいで、さあここは2択に行くか。落ち着いてコンボ、これは2回読み勝たないといけないところですね。もう1回読み勝てば、あーでも全員状況はいい。そうですね、マストも落ち着いてましたね。あそこで遠距離中継と、まあ、いやミットさんの空対空早すぎますね。読みも若干入ってるんだろうかっていう。ただ本当現役人の対策が機能しすぎてて、確かに遠距離発動がだいぶちょっとあでもワンタッチ行きますよ、解剖君は。本当にハイジャンプ、ジャックライン手前落ちとかで通常技を誘いながら頑張ってます。ああ、なるほど。あの遠距離中継が肝ですね。あれ、本当に今いい感じですね。そうですね、出っ歯とかも。さあ、これはマッチブロッキングをミスる。レバーは悪くないぞ。ドッキリいいですね、今言わせないって言ってもしっかりごとにマストはね、勝ってる時は別に言わないですよ、私。なるほど、これはしっかり全部食らいました。で、何を取ると追い打ちで持っていっちゃう。さあ、ここはまあ、これは痛い。決勝、落ち着いて待ち中継、しかも距離が離れてるな。ミットさんが3連勝ですかね、これで。そうですね、あのさっき上りの来る体重が速いってなってるじゃないですか、ミットさんが、はい、あれ、もしマッソが飛んできてなかったら来撃手に移行できるような感じなんですよ、見てて。ああ、そうですね。ただ、寝入れた時に相手が飛んでたらジャッキーして、ボタンあるでしょ、ボタンが。そうですね、すごいですよ。相手はもう熟練の技ですよ。すごい。さあ、マッチがちょっと端で追い込まれる。アシュラで逃げる。ここの対策をしっかり見ましょう。そうですね。あ、これは一番食らってはいけない。いっ終わり。ああ今リバーサルって出てたんで、マッチは竜巻で暴れたはずです。あ、なるほど。結構ユンがちょっとでも遅れると食らっちゃうので、でゴールとしてはありません。確かに重ね、一筆なんでちょっとぬるいと。あ、一筆ですか。はい、壊しが一筆なんで。逆にニットさんときっちり重ねてたからうまい。そうですね、これがニットさんなんです。早いんですよ、ニットはものすごく。
ここはマッチ1番の乗りたい。落ち着いて鉄山さえ食わなければ。やっぱり鉄山うまい。まだ PA は出ない。あそこちょっと気持ちよく大パンキャンセル出るかと思ったんですけど。なるほど。本当いろんなところまで知ってますね。そうマッチやな。出たらそうそう。さあここは発動から。このマッチの足割りが上手いんですよ。あーマッチ俺もなんか対策したいですよ。あのジャクラなんで出してるかっていうと、ユッカ焦って大絶唱で追い打ちすると、追いかけるとベリコンでしまって投げが確定するんですよ。あマッチはそれを狙ってしっかり、あの K の足輪とパンチの足輪を使い分けます。それは間違いないですね。脳内に食らってますからね。うまい、うまいですね。確定ですね今のは。うめちゃんと竜巻を見て落ち着いてしゃがんで折り際に確定させましたね。ミッドさんやはりユンのリベンジと言わんばかりにしっかり、ね、仕上げてきてますね。ミッド強しといった展開で 4-1 です。前回の僕とはまるで逆の状況ですけど、僕もこういうことに問われてますから。ああ、そうなんですか。ヤックンは星はいくつだったんですか、マッチタイム。16だったんですけどね。まあ、悪くないなんだけど、申し訳ないですよ、本当。いつもぜひ、リッドさんが敵をしっかり。さあ、ここは、ムルワシユンがきっちりつなげ。ちなみに、ユンバがあそこで、弱パンと弱足を下押しながらやると、どっちかが最速で出るんで、そうですね、同じフレームで、そうですね、中足の目押しを狙うんだったら、どっちかじゃなくて、同時押しにするとどっちかが出るんで、相当ぜひ、ユンバの方は、あそこはそういう入力をしてください。ちょっと投げが早まりました。大パンチ、大パンチ。さあ、これ結構スタンが危なくなってきましたね。大パンチ、この試合だけで大パンチ5、6発決めてますね。そうですね。あそこの発祥は全然捨てる展開としてはいい展開ですね。ダウンさえ奪ってしまえばいつでもワンチャンあるとか。あんなにでも緊張系ゲームで死んでたりなんですね。そうですね。一回転ばせればっていう場面でした。ここはちょっとコンボが難しいところだが、落ち着いて、さあこのワンツは端から逃がさないのが上手なんで見てみましょう。ここはこれがうまい。さあここから置き攻めが継続してユンのこうなるときついです。うまい。まだ竜巻で暴れる。端を継続するために100キロで我慢しました。うまい。このリッドさんもうまい。しかもきっちり最大きっちり。さあここは苦しいがマッチ。もう減る。投げが決まって5対1。5対1で関雄大です。さあ先手取っていったニットユン。早い。ちょっと余裕が見えますね、表情から。あれが油断となるかどうか。どうなんですね。なんか大幅リードの先手を取っているのか。はい、あんまりミスはなかったような気がするので。そうですね、マッチがこんなに差をつけられる展開っていうのはなかなかないんで、まあ、逆にマッチがここからどういう対策を見せるかっていうのは楽しみだと思います。楽しみの変わるっていうのが、そうですね、実際この試合の醍醐味なんで、はい、そうですね、実際の醍醐味ですね。さあここは前衛陣を縦に投げ、さあここは全部を加えるだけでもやっぱり動きが減るんで痛いですね。さあこれ次の読み合いで攻守に隠れすが、うまい。ちゃんと最大を入れる。ただ出ない。ただあれは熱波確定です。そうですね、そうですね、5ぐらいは確定ですね。 EX 説明はめったにバーサルで確定ですが、まあちょっとああいう早い展開だとどうしても出にくいんで、まあ仕方ないです。うまい。ちょっとマックスさん対空系の技が出にくくなってますね。この足はうまい。おお、しっかり最大取る。まあ、できればニットさんはゲージを貯めて勝てれば最高の展開ですが、 そうですよ、そんなことを言ってられない状況になりましたので、これはもうたまり次第使うでしょう。さあ、ラスト、ここはもう追いかける展開でしょう。これはガードが足りれます。さあ、このゲージをしのげるか。
謎。いや、今の立ち受けはすごいですね。何なんですか、立ち受けって。遠距離中継が多分近距離になって、でも多分バスは出したって言うと思うんですよ。今は少なくとも、分からないですね。発砲当たりだと思ったんですよ。そうですよね。でも、ああいうの聞くと、いや、狙ったって言うんですよ。あ、確かに。そうですね。それは可愛いんですよ。対策知ってますね。しないとか、これ知ってます。あれノーリスクなんですね。あ、本当にないっすね。これは美味しい。弱小流にしたところで捕まらないと思うんですけどね。あー、確かにそうです。確かにやる意味ないな。なんかやんで嫌だつこう言います、ね、今ちょっとそう思って。確かにそうでした。当たんなければ出す意味ないっすね。うまい。早いな。早いですね。ミッドサミット、しっかり前を入れてる。いやー、やべえ。あそこもあれですよね、中足戻って焦ってチラシ落ちたくなるところで、しっかり、さすがミッドさん。いやー、これが痛い。5割コースです。さあ、落ち着いた本もで、きっちり5割、十分な練り。さあ、投げでもう1回、足攻め継続。このゲームは足の攻めを継続するっていうのはすごい重要だと思うので、お互いそこはしっかり分かってます、ね、これはきついか。これが強いんです。これ本当にこれまず使われる。アメジャーの TK を本当だ。誠みたいに使われてこれきついんですリッドさんの勢いが止まりません、ね、本当ですね。ブルースロットルですね。ブルースロットル全開です。ノリノリ、ミッドノリノリ。かわいいですね。ナッソもこのままじゃ終わらないと思うんですよ。あ、見てからしっかり。これは痛い。しゃがみくらい。ここは落ち着いて仕上げたいところ。伊藤ダメから、もう読み合い。今のも深いですね。ミッドさんは中足から多分昇竜竜巻の両対応のブロッキング入れてたんですが、マッチはそれを見越してあえて技を出さない。そうですね。これ高レベルのリングですね。おー、今すごい。今の確定してましたね。そうですね。ああいうところをマッチのペースを。うまい。さあ、これは繋がるか。繋がんなかったら、ここから終結、着結、打開、セッション、ゲージが4割。すごい苦しい、そして。こういう状態になると結構テツさんをガードするだけで限界発動されちゃうんで、テツさんを警戒しながら合計が立ち回らなくちゃいけないところですね。さあ、やはり限界陣のダメージをほぼ無傷でかわせますと、さらに対空から、おー、さっきまで来た覚醒バストの来ました。来ました PA。 オンしました。ついに覚醒バストが扉が開きましたね。自分にとっても結構課題が見えてきてるので、結構助かりますね。役員としては、まあ、今見てて思います。あ、合気戦のベガパオリ、はい、やっぱロボタクトに対しての寄りが、はい、やっぱ結構課題になってると思うんですね。そうですね。さあ、魔人化したらして一気に流れを持っていくか。魔人大パンが刺さる。ちょっと嫌な展開ですよ、ロボタクトとしては。ただ何分寄りがあるんだね。魔人滅殺おばちゃん、魔人 PA。 魔人スーパーマッサー来ましたね、これ。だいぶいい流れ来てますよ、マッチ。ミッドさんも攻撃を2回優勝してる男だけに、そんな流れに飲まれるほど甘くはないですね。すげー、これでゲージがしっかり。さあ、バックジャンプ大パンチ、アイチョップです。さあ、マッチのダッシュのスピードが上がってきた。今すごかったですよ、前足が白が入ってましたね。だいぶ気持ちが上がってましたね、マッチ。ここの、なぜか前足で現役時に突っ込んでいくという。そうですね。なんか消えてますね、ほんと。さあ、落ち着いて。さあ、松崎、これが結構嫌なんです。うまい。着地に中大パン。うまいな。あの、壊したんから怖いんですよね、はい、途中から食らうと4割くらいで行っちゃうんで、しっかり落ち着いてるのはミッドさんですね。さあ、ダイパンを出せずにやってみたいか。これは美味しい。
まあ、ちょっと難しいところですが、小さい輪でつないで4割ほど持っていきました。ここで橋は怖いのでしっかり逃げて、逃げる逃げる。ただ弦の鉄弾があるんで、ゴーギーさんも浮かずには技触れないんですよ。そうですね。うまい、シュアステッシュを返して、あー、ここしのげるか。うまい、一番歩いて、これはきっちり決めれば死にますよ。はい、よっしゃ。いやさあ、魔人か、覚醒したものの D リーニット強し、あれ、何かちょっとペンジの数字が全然で感じない。あと前橋の障害だってすげえ早かった。そうですね、ニットさんの負けじと早い。10先のカードみたいな。そうですね、10先なのでまだまだ落ち着いてガードします。これは本物に救うが、さすがリットバンですね。絶唱じゃなくて落ち着いて大パン。あの大パンだと遠距離にもなるから、そうです、ね、結構いずれにするって感じ。そうですね、いいのかさすがに。そう、ここで普通の言うんだったら中間絶唱にしちゃうんですけど、やっぱりニートさんとか殺せるって分かってるんで、きっちり X 選手はもう全部イテルシーンで言ってもダメージを見てる、はい、そうですね。ああいう発散力の速さがやっぱりこの上級者ならではっていうことですね。あ、ラストも負けてないですよ。そうですね。ここで、これはさっきできないと言ってたんで、まあ見せるのも当然ですが。さあ、でも、あ、今のはちょっと惜しかった。うまい、うまい、投げ式を見て最速で中盤です。もう今のはね、早いですね。ここはニットさん。熱波バイク。おお、なるほど。すごい反応でしたね、マッチ。すごいですね。ニットさんもあの、あれですね、灼熱をブロックにしないでしっかりガードして、そうですね、そうですね、変に仕切り直させないで落ち着いてガードするっていうのがやっぱ上手です。あのブロックとボギアが落ちてしまうっていうのもあるんでしょうか。そうですね、確かに。さあ、これはマッチいいペースで、内力をボギアが食らった時に、はい、ユンって基本的にあれなんですけど、もう一回ジャンプ雷撃か前風呂投げてやるんですけど、はい、そうですね、外板とかは怖いんで、そこを逆手にとってやっぱマッチがしたしたしたら熱波になってるんで、あれは結構ユン使いとしてはやっても仕方ないっていう感じですね。逆に小足をやったマストが、まあ、画面をよく見てたっていうところです。そうですね、差は少し縮まりました。今の上がりは良かったですね。マッチの単発大パンチが刺さりますね。すごいですね。これが一気に辛い。そうですね。あと対空の中足が、あ、これは食らってはいけないパターン。体力落ち着いて逃げる上手。うまい。あそこもなかなか落ち着いてできないんですよね。ゴーキって中足と綱木を。まだ見せたら悪いですか。そうですね、 ああいう時に落ち着いてやっぱ反撃できるっていうのはすごいですね。大パン。さあ、ここはまたラストの対応力がもうちゃんと上を見ている。ああ、うまい。しっかりコロコをつなぐ。さあ、今回初めての暴れですね。刺さりました。今のはもう大パン大昇竜熱波があるんで、もう攻撃ほぼ次の状態ですね。一応今のは判断は早かったですね。ただ一応あれ抜けるのは抜けれますよね。確かにそうですね、昇竜の熱波のあれに投げるんちゃいます。大パンでやって昇竜ブロックで読み合いで投げ入れるしかない。はい、テレの前場でもう勝負、ブローに見立ってるんで、その後の人間の位置を、ね、元だった。最初に当たって、さあ、マッチ PA してからだいぶ動きが良くなりまして、星が7対5です。そう、この竜巻の暴れも結構肝ですね。そうですね、これは死ぬか。なんか着地落ち
なんかどっちかわからなくなってる感じの落ち方しましたね。そうですね。あとしゃがみだというものすごく減りますね。減りますね。こちらこれも減りますね。4割タイムマッチがペースを取り戻してきているんです。そう、このニットさんの限定を縦にしたお見せ目がすごい上手いですね。投げように連投して3回目で減って終結。あの高めジャンプ中継ですよ。肝になるのは1個です。おー、これは、あ、これは投げクイックで、そうですね、起き止め埋まんないんで、埋まんないんで、はいはい、ピッチで受けの高くなります。ただこれは比較的安い方ですね。といっても2.5 割。ここで走ってね、これがきついんですよ。やっぱり無敵の勝利を持ってないんで、結構走攻められると弱いところです。ここでメンバーは中継にしては走る。これはまだいけます。削りの判断早かったですね。カンパつけてきましたね。きましたね。さあ、マッソは怒涛の勢いで星を取り戻し、7対6、ニットさんが1本リードという形になっております。やはりあの PA 覚醒が決まってますね。なんか自分に気合い入れたんですかね。そうですね、自分を鼓舞するっていうのは。あれは確認ですよ。なんだかじゃない、俺もこれやります。アルチでやってますよ、マッチを。いやー、先ほどの試合に続いて今回も本当名勝負ですね。あそこから7対6まで切り返すと、これはさあ、ここうわー、うまい。うまい、めちゃくちゃ速いな、しかも今マッチがうまい。あそこに前出し、今のアメッパが迷うとこ、やれやれ。あの上級者って初段からブロリーに行かないんですよ。ちゃんとガードしてギリギリから赤ブロするんですよ。そうですね、初段からブロっちゃうと相手が動ける時間が長くなるんで、もう本当に確定式になっちゃうんですけど、あえて初段をガードすることによってできるだけ動ける時間を短くします。さすがですね。ここはしっかりガード、あれが強いです。これはもう、ああ、でもこれはゲージ溜めるんだ感じですね。そうですね、しかもゼロボットなんでもうブロンないと、そうですね、しょうがないです。すごかったな、うまい。さあ、投げ2連発、ゲージ状況がすごくいい。これは繋がりますね。さあ、これはマッチがきつい。うまい。ここはもうユンは無理する必要はないですもん。落ち着いてゲージを溜めてしまえば、うわー、はい、ここは詰まってきた。これユンマジかね。出だしてさすがに今のは、まあ、今のはやってくれないと俺も困りますね。今のはニットさんの幼少の勝ち壊し暴れが本当にうまかったんですよ。発生早いんで4連削れるんですよね、ああいう状況で。ただ一瞬も隙をついてマッソが通すと、さあ7対7、まさかの魔人マッソ流れを引き寄せる。技が当たります。ニットさんはここでもう決断でもゲージがたまる状況。ただこの遠距離発動は本当に苦しいんで、動機にはこうなると結構いいです。ただ竜巻上がればそうなんですよ、あるんで。これはこれはきついですね。マッソもリープで温存して勝とうとしたんですが、さすがに殺せないと分かって即切り替えて連覇に来ました。
バス。試合が上手いマッソ。ここでも対空中足。ここはニットさん落ち着いて仕切り直し、ニーバーク攻める。うわー、ここで下でも調子乗ってきました、マッソがだいぶ。いやちょっとあれですね、なんかおきちがし、大学の着地を読んだおきちがしは、はい、今相当成功して、なんか入れてる時にこう行きたくないライン気を打たせて、そこにしっかり中足を打つ。そうです、体力差があるからやっぱり早めに近づきたいという気持ちの裏をつきました。心の隙が出ました。もうあれですね、椿も苦しいですね。早い段階からテンポ、これでも合計上げるよ。長いクッション、受け足を決めないし、さあここでちょっと食べればいいよ、もう一回上げるよ。これなんですよ、これなんですよ。あれ流れんかな、ちょっと食べないな。まあ、レッドさんはここは何としても取りたいところですね。これが8対8。めちゃくちゃスピーディーなんで、もう言えることが結果なんでしかないっていう。そうですね。100キスタシカル投げ。あそこは実は合計よりなんです。そうなんですね。中立場に使っても合計。落ち着いて投げで返す、マッソ。あー、これ美味しい、うまい。あんまり中間でしょ、ここが繋いでいきたい。これぶち切り大胆大将。やばく最後の人は瞬読もあるし怖いところです。これは下がってしこるか、難しいところですね。そうですね、何食らってるし、おうまい。さあ、ここは読めない、瞬間も止まりだ。うまい。ここはコンボ押し切れない、着鉄だね。あー、一緒に取り返す。いやちょっと、あ、この胸熱っすわ、俺。いやー、8対8、胸いっぱいになってきました、俺。俺はもう、やばいですね、どうも。やっとこう緊張してきたね。俺はやばいですね。やばいですね、これ。大丈夫ですか、これ。暑いですね、これ。これはもう分かんないですね、どう。落ち着いて取って最大。投げ3連発。もうこれも見ようか。マッチは本当タイムしっかりしてますね、全部。相当やってますね、これは。これは美味しい。さあここ幻影なるべく近づく切って発動したい。美味しい。これは中盤が入れできる。これは5割か。そうだ、第2勝にもしたいところです。間違いないです、間違いない、間違いないですね。今のは殺せるときは絶対殺すべき。さあ、マイットさんもバレてるよと言わんばかりにしっかりしゃがみ入れてましたね。はい、はい、さあ、ここが原因発動して離させない。そこですね、使い分けがうまいですから。さあ、たまる、うまい。さあ、これは知ったな、これ知りました。さあ、キリリーチをかけたのはニットユー。いやちょっと、いやもうなんと言えないですよ。ヤックは嬉しそうですね。あ、もちろんですよ、それは。これ中立じゃないとダメですよ、こいつ。そうですね、確かにそうですね。いやー、強いわ、これ。ついにニットさん、あんなに怒涛に追い込まれながらも再度逆転。さあ、視聴者的にはこれはマッチに勝ってもらって9対9が見たいところですが、どうなることか。
ニットさんもキレキレですね。さあ来た。さあここはこれ下がるか。さあここはボスも楽でねえな。そうです。うわー、この痛い。そうここは全部ベッド死ぬまで。できる、落ち着いてる。おお、これやりたい俺も。これやりたいマジで。友人見てからバックジャンプ体験。めちゃくちゃ速い。恐ろしい反応です。アバッチもでもこんな状況でも落ち着いて対空してますよ。さすがです。さあついに対空チラシが通ったんだ。ね。ここ端から逃げさせてないように来たところですが、マッチの後藤さんが全部ガード。橋収録もあるが、マイナス10なんですよ。マイナス10ですよ。またも投げていく。またも投げ投げ。まあ、そう反応しましたね。ニットさん殺しに来ますね。いや、そう、これはうまい。さあ、ニットさんもうまい。落ち着いて、いやー、ここはよく見てる。はい、ね、これあのちょっとでも残したらゲーム映画すぐたまるじゃないですか。確かにそうですね。形状入っても殺すっていうマッチの選択肢はすごい正解だと思う。ニットさん早めにダウンを打った。あ、これは、これは打開じゃなくて今度切りに行ってダブルアップ。さあ美味しい。さあこれ美味しい。さあスタンも見えるが、うおお、いやばい。ここはもう強気。おー、これは熱い。おー、削ったー。はい、お疲れ様です。これはもういい試合としか言いようがないですね、本当に。じゃあ待ち